はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。はい、というわけでじゃじゃーん、これはビニール袋で作りました。皆さん知っている？知らない？あ、そっかそっか。じゃあまずはルビーから行こうか。よいしょ。はい、これでーす。はい、この袋の中に入っているこれはルビーのおもちゃです。字が見えますか？うん、え、見えない？どれが見えない？どれが見えない？あ、見えそうだね。ふむふむ。はい、これはルビーのおもちゃです。はい、続いてじゃん、この袋に入っているメロンのおもちゃです。これ字が見えるでしょうね。見えるよね。よし、これは何のために作ってるでしょうか？はい、答え分かった？何何？ん？ん？もう一回言ってもらえますか？喧嘩しないため？え？実は違いますよ。じゃあ僕が答えを言うね。こうメロンのおもちゃはこれだし、犬はこれだし、これはね、何のために作ってるかというと、実はね、これはメロンのおもちゃをこれを壊されないために作っています。分けています。ビニール袋で作ってありました。はい、それではこの袋は知りましたか？さあ、気づいたことあれば、これしまっとくね。じゃあ気づいたことあればコメント欄で書き込んでくださいね。じゃあ登録もよろしくお願いします。それではごきげんよう。